バイカースハイムのクラブ W71 にて、ポール・リットンは英国のフリージャズパーカッショニストである。ロンドン生まれ、リットンは16歳でドラムを始めた。1960年代後半より、ロンドンでジャズを演奏し、PR デサイからタブラのレッスンを受けた。1969年、彼はサックス奏者のエヴァン・パーカーとデュオで演奏するようになり、 フリーインプロビゼーションによる音楽の実験を開始した。ベーシストのバリーガイを加えた後、アンサンブルはエヴァン・パーカートリオとなった。パーカーとは2000年代まで一緒に働き続けることとなる。最近のリリースには、1996年及び1999年のマリリン・クリスペルトのトリオでのリリースがある。ロンドン・ミュージシャンズ・コレクティブの創設メンバーであるリットンは、 1970年代にロンドンのフリーインプロビゼーションシーンで幅広く活動し、1976年にアーヘンのミュージシャン共同組合を設立し、ポール・ローフェンスを支援した。リットンはソロと即興アンサンブルの両方で北米と日本をツアーした。1999年、彼はケン・バンダーマークとケント・ケスラーとツアーを行い、アルバムイングリッシュ・スイーツで、 バンダーマークとレコーディングした。また、リットンは、ジェフリー・モーガンと協力し、ドイツのケルンでライブを、アルバム、テラ・インコグニータとして録音した。彼はまた、1969年にホワイトノイズの、先駆的なエレクトロニック・ポップ・ミュージック・アルバム、エレクトリック・ストームで演奏した。バリー・ガイ、ザ・ロンドン・ジャズ・コンポーザーズ・オーケストラ、ロスコー・ミッチェル・ケルンの、スタート・ガルテンにて、 エヴァンパーカー近藤敏則、ポール・ローフェンス、ポール・リットン、ありがとうございます。